ですかね。お嫁の調子が悪いかな。どうしたのって感じ。おはようございます。もうちょっと早く準備して配信できるつもりが、コンタクトがね入らなくて、ちょっと今苦戦中です。なんで入らないかね。片方は入ったけど、待って、なんかさ、私カラコンいつもねマンスリーの方使ってるんですよ。あの1ヶ月用ねあるじゃないですか、あれ使ってるんですけど、昨日幼馴染と半年ぶりくらいに会って、マジ久しぶり、なんか別にここまで期間空けるつもりじゃなかったんだけどさ、なんかまあいろいろちょっとね予定が合わなかったりとかして、ほんと半年ぶりくらいに会ったの昨日ね。でご飯をね食べてる時に、そういえば私カラコン前のやつ昨日までだと思ってね、昨日は今日までだと思ってさ、新しいの買いたくて、ちょっとお店寄っていいって言ってさ、お店に寄ったのよ。でそしたらなんかカラコンは置いてあったんだけど、そこのお店にもともと私が使ってたやつが売ってなくて、でどうしようと思って、売ってないって思ってさ、でなんかまあ似たような色味の違う種類のやつをさ昨日買ってみたのよ。これだったらいけるかなって。あ、入りましたね。目薬さしたらいけた、よかった。そうで今それをつけてみたんだけど、めっちゃいい、大正解って感じ。ナチュラル漏れいいですね。私なんかめっちゃしっかり色変わるってやつよりも、なんか元の自分の目の色に近い自然なカラコンの方が好きで、そっちの方がね多分合ってると思うんだよね。私もう本当に分かんないくらい、マジでなんかカラコン自体もさめっちゃ薄い色がついてるなって感じ。普通につけてない時ね、レンズの色もなんかマジその縁だけのさ、薄い縁だけっていうかその外側だけにこうふんわり色がついてますみたいな、だからしっかり縁がありますって感じでもないし、これめっちゃいいですね。チューズミーっていうやつで、多分ユーコスさんだっけな、確かモデルさん、出たような気がします。よいしょ、ちょっと待ってね、お名前呼ぼう先に。アランさん、音速の貴公子さん、ツッキーさん、ユシさん、ガトランティスさん、ナモナモさん、KSK さん、市田さん、雪国の年金ライダーさん、山形かかしさん、マサトンさん、鈴人さん、カオさん、石川丸ロッペンさん、慎太郎さん、ドンテンさん、ティーバレラさん、おはようございます。鈴人さん、音符ありがとうございます。ヨシさん、マイクありがとうございます。トシさん、ポコさん、鏡さん、おはようございます。慎太郎さん、バラありがとうございます。ノリスケさん、ミミーさん、サルッチさん、タクゾーさん、ワイマツさん、おはようございます。ワイマツさん、親衛隊21人目ありがとうございます。よいしょ。でモーコンさん、おはようございます。親衛隊22人目マイクありがとうございます。ありがとう。林藤雄さん、博士太郎さん、こんばんは。つけ心地も今ねつけ直したらね結構良かった。なんかちょっと調子が悪かったみたい、乾燥してたのかな。
おもちさん、クッキーモンスターメガネさん、アミューさん、クジラちゃん、おはようございます。ゼロさん、おはようございます。まさひこさん、リコちゃん、おはようございます。鼻声気味、いや、うん、朝だから多分声が枯れてる。山形かかしさん、新鋭隊23人目ありがとうございます。ガタジェイさん、おはようございます。音符ありがとうございます。ヒロシンさん、おはようございます。よいしょ、平気よ。よいしょ、ちょこっと髪を直そうかな。先に今日はそんなに寝癖がついてないけど、なんか前髪が素敵なことになってるのでそう、寝起きの声。あ、はるかちゃんだ、おはよう。ゼロさん、またね、いってらっしゃい。ゴレヒロさん、ウルグスさん、おはようございます。今日京セラドームにオリックス西武戦を見に来ます。お、いいね。今日なんかこっちはちょっと曇りだけど、関西はどうですかね。和夫くん、みやさん、おはようございます。ちょっと前髪だけ、前髪とちょっと顔周りだけ直して、なんかさ、私枕変えたのよ。最近じゃなくて、最近ではないんだけど、ちょっと前にね、枕を変えたの。そしたらで、なんかちょっと高くしたのね、枕を。もともとぺったんこのやつ使ってたんだけど、高くしたらさ、なんかすごいなんかアーティスティックな寝癖がついたりとかする時があって、なんでしょうかってなってるんだけどなんでしょうかってなってる。この私が朝起きれました、感動。いや、私もだよ、私もだよ。今日早起き。関東気持ち涼しそうだね。湿気、あ、本当湿気、マジか、やだね。ハイスノーさん、おはようございます。ちょっと一旦ドライヤーするので音切りますね。やけるさん、おはよう。うば車さん、おはようございます。いや、モーツァルトとかなんかね、なんかブワーってなってる変な寝癖がついたりしますので。クライスさん、おはようございます。のりすけさん、音符ありがとうございます。ちょっと一瞬音消えます。すいません、お待たせしました。ちょっとあんまり長時間あれすると止まっちゃうかなと思ってテロップに書いたけど、よいしょ、一瞬ドライヤーをね、させていただいておりましたので、
ちょっともうちょっとしたら画面つけますね。よいしょ。よいしょ。オルニストさん、おやあきさん、おはようございます。馬太郎さん、リベドラさん、おはようございます。カンさん、メッシさん、おはようございます。よいしょ。携帯を設置してと。設置して、シャムさん、おはようございます。おで、ライトがちょっと崩れたりとかしてライトが崩れるってまず何ですかっていう。なんかさ、もう変な夢見たわ、今日さ。変な夢見た。なんかよう分からん夢だった。なんかさ、なんかのために、なんかね、なんだったんだよあれ。なんかなんか、なんて説明すればいいんだろう。なんかね、ちょっとまあ一旦いいや。一旦ちょっと画面つけよう。説明すればいいんだろう。なんかのもう途中なんだけど、途中からの夢だったんだけど。サトチヨンさん、おはようございます。3570-53、おはようございます。よいしょ。あ、間違えた、配信終わろうとしちゃった、違くて。ミッチさん、おはようございます。シュウケンさん、おはようございます。あ、サトチヨンさん、今から運転なんでまたです、気をつけて、ありがとう。よいしょ。おはよう。おはよう。ほら、これカラコンしてるんだけど、めっちゃナチュラルじゃない？ナチュラルだけど、結構ちゃんと目が大きく見える。まだだよ。猫ワンコさん、おはようございます。マッツンさん、おはようございます。そう、なんかね、何か、なんていうの、その、出来事の途中からなんだけど、覚えてるのが、なんか広い、遊具とか何もない、なんか公園みたいな、山の中みたいなところに、私と男の子2人、なんか見た目は大人なんだけど、その男の子、男の人、大人なんだけど、一応なんかその子供設定なのね。見た目が大人のでも子供設定なので、まあ、夢の中だからさ、わけわかんないことになってるじゃん。で、しかも知らない人、別になんか知り合いとかじゃなくて、なんか全然見覚えもない人みたいな。だからまあよく顔も覚えてないんだけど、でもまあなんか今知ってる人じゃないって感じの人で、で、まあそういう人たちがいて、でなんか私はなんかその幼稚園の先生的な位置なのね。で、みんなでとか、まあだから3人で、なんか写真撮るってなってたのかな、てか子供じゃないのかな、まあ、分かんないけど、なんかその3人で、私と男の人2人っていう設定で、まあ、設定っていうか、まあその場面で、でなんか写真を撮らないといけなくて、なんだけどその写真に使うなんか材料が欲しい、落ち葉が欲しいってなったんだけど、全然落ち葉とか落ちてなくて、でなんかその探し求めてる植物みたいなのが多分あるのよ、夢の中で。何かわかんないけど、なんだけどそれをめっちゃ一生懸命3人で探して、で、これはみたいな、そのまあなんかそれっぽいのがあったら、これはみたいになるけど、よく見たら違うのよっていう、なんかわけわかんない夢を見た。で結局多分見つけられてなくて、夢の中じゃ、てかその見てる段階では見つけられてないから、まあただそれだけの話なんだけど、
あ、お仕事行ってきますねって、今日も良き一日ありがとう、行ってらっしゃい。寝起きでビジョン全然よ。あ、お仕事行ってくるね、またありがとう松尾さん、行ってらっしゃい。ディアさん、カッツさん、白朗さん、おはようございます。あ、みんなお仕事行ってらっしゃい気をつけて。白朗さん、ハートありがとうございます。我が10代の、いや10代はやばい。豆の目さん、神鍋さん、おはようございます。マサボさん、おはようございます。音符ありがとうございます。リベドラさん、音符ありがとうございます。いや10代はやばい、若すぎる、結構怖いかも。今日はちょっとこれを飲みます。なんか重い感じがして嫌なので。うん、タオルリボンの高弘さん、いってらっしゃい、気をつけてね。そこまで夢の詳細覚えてるの？え、でも覚えてない方。ちなみに今日は朝ごはんがあります。じゃじゃん、これです。私がこの前言ってたファミマのミート&チーズのパン、これ大好き。偏食だからさ、同じのしか食べないんだけど。いただきます。先にご飯食べます。お腹すいた。うん、ちょっと匂いがする。カズーさん、おはようございます。うん、味もしますね、若干。味もするっていうか、味はするんだけど、うん、匂いがする。でもうっすら。トロネオさん、坂道ガロさん、おはようございます。こっちにもちょっと匂いするは気のせい同じくヘビーユーザーです。おいしいね、おいしいよねこれ、めっちゃ好き。上杉さん、おはようございます。なんかこういうさ、コンビニのなんかこういうミートソースとかさ、トマトソースとチーズとかってさ、大体玉ねぎ入ってるんだけど、これ入ってないからいいんだよね。あの中には入ってるかもしれないけど、なんかそのしっかりシャキシャキ玉ねぎって感じじゃないのがめっちゃいい推しポイント。気のせいだったので罰ゲームチャージ。いってらっしゃい。食べ合わせがね悪い最悪です。カピおじさん、おはようございます。みんなはこの時間、出勤の時間かな、結構そんな感じかな。コンビニのパンだとローソンの塩バターメロン、え、見たことあるけど食べたことない。美味しいの？え、今度食べてみようかな。ローソンさ、あんま行かんのよ。なんかローソンとファミマとセブン結構全部あるんだけど、近くに。その中だとローソンが一番遠いのね。近いけど、そう、なんかさ、通らないところにあるのよ。そのわざわざ行かないといけないところにあって。オリゼイさん、おはようございます。ちょっとお茶も持ってこよう。
ねぎはね苦手じゃないんだけど、生がダメなのよ。だからちょっとシャキシャキみたいなのが苦手で、燃やせロアベリエクスタ魂かな。さんおはようございます。その手のおかずパン実際糖分相当入ってるんだろうけど甘くない分罪悪感がすい、あ、わかる、めっちゃわかる。こういうのねいいんだよ別に、たまには朝だしエネルギー取ってこうぜ朝だからいっかっていう、私はそういうスタンスですけど。そう、あの玉ねぎ自体は別に食べられる。お豆腐さんおはようございます。そうそう、だからあの鍋とかにさ入ってたりとかカレーに入ってたりとかは平気です。お豆腐さんハートありがとうございます。我が新潟住んでた頃はローソンの天下でセブンとか、駅の方、駅南の方かな。お豆腐さん流れ星ありがとうございます。駅南側だった、カラコンさ、これさ片方つけて片方つけてないとかにすればよかった。わかんないね今じゃ、うん、めっちゃでも自然。私結構さ元の瞳の色が黒いから、うん、そうだからあのなんかちょっと薄い茶色とかだと結構なんかまあ浮いちゃうっていうか、赤夜か周りの様子ばっかり。あ、そうなんだ。あれなんだっけ、あの新潟駅のさ駅南側ってマジローソンばっかなのよ。駅前とか行くとセブンとかあるんだけど駅南ってめっちゃローソンばっかりなのね。まあ、今もうなくなっちゃったローソンとかもあるんだけど、そう、なんなんでしょうかね。おじやはちなみに、おじやはねちなみにねローソンが 2?3? かな3店舗くらいあって、セブンはねまあまああるよ。1,2,3,44くらいかな。あのちっちゃいおじやにね結構ある。ファミマがないのよ、長岡まで行かないとなくてね。駅内めっちゃローソン多いよね。けいちゃんまんぽんさんおはようございます。そうそうそうなんよ。うんうんうん、エリアによって偏りあるね。お刺身さん、勝俊さんおはようございます。お刺身さんの王が下の方になってるわ。おはよう。よし、じゃあ早速メイクをしていこう。お待ちかね。よし、行くぞ、メイクするぞ。ふう、これ意外と炭酸がすごい。高校の帰り道ブリトーを食べようと思ってもお店とは行かなかったけど、うん、そう、
高校の髪そうだね。 M44D さんおはようございます。あのローソンの肉まんにめっちゃお世話になったよ、高校の帰りとか。なんかさ、微妙にお腹空くけど家までめっちゃ遠いじゃん私、新潟市だから新潟市から帰ってるからさ、家着くまでにさめっちゃあの時間かかるし、なんかあの微妙にその電車まで時間あるみたいな時は、あの駅南のさ下のところにさローソンある、今は別のローソンになってるけど、当時はさあのなんかアルビのなんかショップみたいなところの隣にあって、なんか並びにあったのよ。ひろひろしさん親衛隊24人目ありがとうございます。そしておはよう、アイスもありがとう。そうそう、それでそこで肉まんとかピザまんとかめっちゃ買って食べてた高校時代。セーブオンとか懐かしいな、スパイシーチキンのせ、へえ、セーブオンってめっちゃ懐かしいね。ないよねもうね、どっかに買収されたのかな。焼肉大好きさんおはようございます。正直毎日が省力、いやほんとそうよ、本当にそうよ。さっき青春18切符でなんかあの電車でなんかどっか行ってきますってコメントあったけど、ほんとそんな感じだよね毎朝で。うん、直道さんおはようございます。全部ローソン、そうだよね。友達のさ小中の同級生のお家があのコンビニ経営してて、もともとあの小千谷から長岡の方に向かうあのバイパスの途中にセーブオンがあったんだけど、そこがローソンになって、で今移転して違うところに行ったんだけど、長岡にさラーメン屋さんでさリリンっていうラーメン屋さんがあるんだけど、そこの横に移動したんだけど、そこお友達のお家がやってるコンビニなの。そう、あお刺身さん戻ってる、オーガハイビスカスありがとうございます。なおさん、かずやさんおはようございます。ミニストップのスイーツが美味しいらしいけど店、あー美味しいかも、結構好きかも。でもないよね、あのそれこそ活動してた時あのこっち関東に来てミニストップって関東しかないっていうかさ、近くにないから、そうだからあの関東のコンビニっていうイメージで、あの手前にセブンがあって奥にミニストップがあったりとかしたら、セブン越えてわざわざミニストップまで行ってた新潟から小千谷はね、新潟からまず長岡まで行って、でそこから電車乗り換えて、長岡から小千谷まで行くんだけど、長岡から新潟から長岡までが確か1時間15分ぐらい、15分前後ぐらいで、多分確かで、長岡から新潟が、まあ、20分くらいだから、まあ1時間半あれば、まあ1時間半ぐらいで着くかな。2時間はねかからない、電車だけだとね。そうなんだけど、あのつなぎが悪いとかあるから、あの全部で2時間ぐらいはかかるかもしれないけど、まあ私乗る電車によってはね2時間どころじゃないね、もう長岡で足止め食らってとかもあるし、接続がねいい時間帯に乗らないと、なんか長岡までは来れるけど小千谷まで帰れないとかあるから、だからもう毎日めっちゃ急いで帰ってたよマジで。我先に行ってもあのなんだっけ、あの学校飛び出して、で学校からもさバスで帰んなきゃいけないのよ、バスで新潟駅まで行かなきゃいけなかったの。だからあのちょうどよくバスが来てくれればいいけど、新潟のバスなんてさ当てにならないから時刻表が。そうだからもうあのなんかさ、その学校から出てこうそのバス停がある通りが先に見えるので、そこをちょっとこう右に曲がったところにバス停があるから、あの通り過ぎていったら分かるのよバスがね。そうそれであのめっちゃ急いでんのに目の前通り過ぎていったりとかするともうってなるみたいなまあたまたまあのほらね間隔が狭まっててすぐ来る時もあるんだけどさ。そうそう
もとゆきさんおはようございます。上杉さんバラありがとうございます。あ、そうなんだ、ミニストップほぼファミマになった。あ、そう、あ、そうなんだね、知らんかった。なんかそういうのあるんだね。そう、よく通ってたよね、本当に思う我ながら。そうだよ、切ないよね。トラ君おはようございます。やっとメイク始めるわ。まだやってないのって思ってるよね、みんなきっと。やっと始めるわ。そうそうそう、そんな感じだった。なんか毎日ほんと戦争だったよ、帰るのに。行きたくないし帰りたいでね、もうね、すごかったよ。もう行きはあんなに重い足取りが、もう誰ですかっていうぐらいになって。4時9分とか乗ってたわ多分電車。なかなかね、本当はもっと早く帰れるのにね、そこまで電車がないのよ。そう、4時9分がねデフォだったかな。JT さん、さんちゃんおはようございます。そう、それで帰って5時57分長岡発のあの電車で帰ってた。だから6時13分に着くんだよね、おじやに。だってさ、あれだよ、あ、アランさん会社の最寄り駅とかまだいた、ありがとう、いってらっしゃい。え、そうだってさ、え、怖いよ、学校出てんの3時半とかだよ、家着いてんの6時半だからね。涙出るくない、もうさ、鬱なんだけど。どんだけ時間かかってんねんと思って。え、部活みたいな。部活やってる人みたいなさ。そう、3時半くらいに確かね、高校の授業終わってて、午後の授業がね終わってて、私部活とかやってなかったからさ、普通にそのまま帰れるんだよそこから。だけど家着くの3時間後とかなの。JT さん、フルーツポンチじゃなくてこれなんだっけ、あのトロピカルジュース、ありがとうございます。あ、やけるさんおかえり。あ、違う、トロピカルジュースじゃない、こっちがトロピカルジュースだ。フルーツ盛り合わせでした、ありがとうございます。バロンジュニアさんおはようございます。ごめん見間違えた。ありがとう。朝から南国フルーツいいですね。本当に大変な3年間だったわ。まああの前半は新幹線だったけどね、辞めてから電車に切り替えたけど、そう、駅から、え、ほんとそれな、駅からまたバス乗んなきゃいけないっていうのがさ、確かにね、駅から徒歩圏内だったらまだ、まあ、だから歩けなくないんだけど、そう、歩けないわけじゃないけど、まあ、結構遠いんだよね、歩くってなると遠かったの。そうだから普通にみんなバスとかの人が多かったけど、あの部活やってる人はね、自転車の人とかもいたけど、駅から。そうだけど、まあほとんどバスって感じだったけど。バンフィーさんおはようございます。カピオジさん、ハイビスカスありがとうございます。トトロトロさんおはようございます。そうそう、そうでした、大変だった。でもさ、朝はね、あの朝は始まる時間が結構遅くて、私の高校行ってた高校ね、9時15分とかだったの、あのボーダーが一番さ遅い時間、9時15分に始まるって感じだったの。てか9時15分までに登校だったかな、まあ、そんな感じで結構遅かったのよ。そうだから、あのおじやから通ってても
あの7時ぐらいの電車でよかったの。始発とかじゃなくてよくて、7時電、7時ピッタの電車だったら間に合ってたのよ。なんだけど、あのその7時の電車が1両しかないの。マジバスか、ワンチャンバスより人乗れてないみたいな。そう、最悪。新田さんおはようございます。そう、それで7時の電車で行って、何時に着いてたか覚えてないんだけど、でもそんな感じだった。え、マジでさ、冬なのに、あの冬でさ、電車でさ暖房効かせてくれてるじゃん。なんだけど、あの人が多すぎて、電車乗ってる間はね、長岡から新潟はあのほぼ座れるから寝てたけど、小千谷から長岡はね、その朝7時の電車はね絶対座れないの。もうほぼ確で座れないの。たまにマジでもう10、もうなんか10回どころじゃないね、多分30回に1回くらい座れる時があるんだけど、ほぼ座れないのね。そうだから、あのそこは普通に立ってなきゃいけないんだけど、なんせ1両しかないからね。ステンマルクさんおはようございます。え、そう、それでなんか冬さ暖房つけてくれてるじゃん、電車の中で。で普通にあのこっちもさ寒いから着込んでるじゃん。なんだけど人が多すぎて暑くてもう気持ち悪くなるの。マジでもう冬とかなんてもう毎朝体調不良みたいになってて、うわ気持ち悪いと思って。でもなんかあのもうさ、オジアにさ着く頃にはさ、あのもう満員、ほぼ満員で来るのね。でもオジア駅で満員電車になるみたいな感じだったのよ。そう、オジアでね降りる人はあんまいなかったかな。まあほら早すぎるよね、オジアで降りるってなったらって思う。7時に着いちゃうからさ、普通の高校生で多分7時に着くってさ、なかなかなくない？部活だったらもうちょっと早いところもあるかもしれないし。かかしさんおはようございます。そう、それでなんかまあ普通にね、それでさ行ってたんだけどさ、その文字屋の時点でだいぶ結構さもう人が多いからね、あのぎゅうぎゅう詰めになるんだけど、それのおかげでそのドアのさ近くにさ立ってられるのよ。でもう車両もさすごい古いやつだからさ、あの新潟の電車ってさ普通に自動ドアだけど、あのボタンでさ開け閉めできるのよ、あの発車するまで自分たちでさ。ずっと開いてるとかじゃないの、別に閉めようと思えば閉めれんのね、ボタン一つでさ。だからあの大体乗ったら閉めるみたいな、なんかまあ暗黙の了解みたいな感じになっててって感じなんだけど、それはさ、そのもうほんと手動なのね全部。そうだからやっぱさそういう自動ドアとかに比べてさ、ちょっとこうなんていうの、ドアとさその壁、ドアがこうあってここガシャンってなるじゃん、ここのさ接続が甘いのよ。だからドアの近くにいるとここから風が入ってくるのね、冬とか。だからもうそれを頼りに、もうドアとここみたいなこうなってるところここみたいなところにいたよく面白いでしょ。ヒデキングさんおはようございます。ディーゼルカーだからほのかの匂いがまた気持ち悪さを増幅させ、あ、そういうこと。そう、もうね本当にちょっとさ、その月が甘いのよ、そのやっぱ自動じゃないからそこまでピタッとは閉まってなくて、なんか隙間風みたいなのがさ入ってくるんだけど、もうそれとあとその乗り換えの時、乗り換えっていうかそのほら停車駅がさ3つ、小千谷、越後滝や、あなんだっけ、あれ大宮じゃなくて、あれ宮内やばいド忘れしてんのやばい。そう、宮内長岡って感じなんだけど、その越後滝谷とか宮内とかの、あのしかもね反対側なの、私がさ小千谷で乗っ
って閉まったドアと全部反対側が開くので、長岡までは、長岡はそっち側が開くんだけど、越後滝谷と大宮は反対側が開くから、あの全然風とかもさ、人がいすぎて入ってこないんだけど、でもさ、ほんのちょっとはやっぱ入ってくるわけさ。なんかそれでもう頑張って空気吸って酸素を保ってみたいな感じだった。本当に気持ち悪いと思いながらね、毎朝通ってた。ガッちゃんおはようございます。半自動の電車のドア、そう、あのね、11時半、平日11時半くらいの長岡から新潟の快速電車もそういう感じ。あの電車の作りがね、1両とかじゃないんだけど、さすがにそう11時半だったかな、11時だったかな、11時台のね電車がね、1本快速電車があって、快速だとね1時間ぴったりで行けます。そう、それはね、あの平日休みの時とかがあって、そういう時に新潟遊び行こうみたいになった時に乗ったりとかしてたかな、よく。おでこおでこ、ふみさんおはようございます。ちょっと眉毛描かなきゃ、そういえば忘れてた。あんまりゆっくりしてると結局時間なくなるから、急げ、私急げ。そうそう、そんな感じだった。本当に学校でいろいろあって、あの長岡から新潟に向かうね、途中の東三条っていう駅で降りてみたりとか、でたまたま休みだったパパに迎えに来てもらうとか、いろいろあったね。やっぱりさ、そういうなんかね、高校生とかってまだ人間関係とかでね悩みますから。大学とかはねマジで何もなくて、私JT さん新入隊25人目ありがとうございます。おでこかわいい、おで好き、ありがとう。長岡の高校帰ってた時高速は、あー高速バスね、はいはいはい、まあのおでこに出会える確率とか、そこに乗れる確率同じくどういうことよ。スイバラの赤 T さんおはようございます。あれみたいに不登校ね、いやいや、もうほぼ不登校だったよ。後半とか最後の方、終盤かな、後半っていうか終盤とかなんてもう使える欠席全部使ったぐらいだったよ。大学決まってからね、コロナ禍で登校、あ、それは大学、そう大学ね。でもなんかね、めっちゃいい子たちだったの。周りが、まあ私大人だしね、もう学生って言ってもって感じじゃん。まあまあ大人じゃん、みんな大学生って。なんかそんなね、くだらないことさ、あんまりほらするような子がいないよねっていう。私ほら、あのさ、授業によってさ違うみたいなあるじゃん、取ってる授業と取ってない授業みたいなあるじゃん、大学生ってみんながみんな全く同じ授業かって言われたらさ、そうじゃないじゃんか。だからさ、そのなんか集団意識みたいなのが高校とかよりは薄い気がする。なんか一緒にいる子は一緒にいるって感じだったけど、周りでね、私全然あの授業かぶったら一緒にいようみたいな子しかいなかったし、あのわざわざ休み時間まで時間合わせてとかじゃなかったから、私別に一人でも平気だしね。ポン吉さんおはようございます。そう、入学試験ってどうだったんだろう。あ、いや、私はあの結構早かったの。 AO 入試で面接しかしてないんだけど、大学やばいよね。私受験で苦労したことないからさ、一回も。そうだから超楽に入ってきた人生なの。
マジで受験で楽してきた人生なんだけど、そう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 。でなんかあのだから時期がね、あの普通のその一般入試とかより全然早くて、だからその時はねまだコロナ禍じゃなかったかな。だけど入学式はなかった、べったりじゃないか。スクールカーサー作りようがない。そう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 、バンフィーさん星のステッキ、ハイビスカスありがとうございます。で高校の卒業式はあったんだけど行かなかった、私嫌すぎて。でもなんかもうさ、高校卒業するあたりはもうさコロナコロナって言い出してた時期だったの。だから親が来れなくて、学校に親はね来ないでくださいって言われてたの、学校から。でなんか YouTube で生配信があった。おもろくね、なんだそれってなった。そうまあだからそんなんだし、私も嫌すぎて高校、どうせ行ってもさぼっちだし、なんかさみんなほら写真撮ろうとかなるじゃん。だけど別にさ私多分写真とかも撮る人いないからもういいやと思って行かなかった、サボった。だから後日卒業証書だけ取りに行ったら、あの先生たちが私だけのなんかそのミニ卒業式みたいなのやってくれ、まああのほんと簡単なね証書授与とかだけだけどやってくれた。でもなんかすいませんって感じ。そう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 、推薦とか AO とかはねコロナ禍前だった。卒業式 YouTube 配信やばいよね。そうだからまあ見たい親の人はあの それを見てくださいみたいなシステムだったの。面白くない、超現代だよね、なんだそれとか言ってびっくりした。さすがにもうなかった。まあまあの学年はゴールデンウィーク明けまで緊急事態宣言もまただ中で大学も行けなかった。えだったっけ、もうね覚えてないんだけど、でも私ね1年生の時なんてほぼ行けてないよ。そうほぼほぼ行ってないかも。それこそ実習のためにちょっと行ったりとかしてたくらいで、もうほぼリモートだった。9割リモートって感じ。俺卒業式の記念品一人だけもらえなかった。すげえ。そんなことあんの？いらないけどね卒業式の記念品とか。いらないけどかわいそうとか悲しいよねそれも。えどういうこと？どういうシステムなのそれは。なんでも学校側からってこと、もらえないってこと。あーちゃんおはようございます。全然いらないけどね、使ったことないけどね。そうそうそう、実習以外は完全にオンラインだった。私2年生もほんとそんな感じで、私2年生だからがね実習なかったから、もう2年生もほぼほぼリモートって感じ。それこそあのピアノの試験とかだけ受けないといけない時はあのあれだった、言ってたけど。釣り人さん初見さんおはようございます。高校の卒業記念でもらったハンコ未だに使って、あー確かにハンコとかね使えるかも。なんかさあんま使えないやつもあるよねたまに。あ、野球さん電車乗れた、えらい、さすが、よかった無事に乗車。卒アル高校まではあったかな、大学の時はなかったけどって感じ。あー教室で生徒が配ってたんだけどもういないねとか言って、あーそういうことね。あ、確かに体育とかもやってた。でもね体育もねリモートでやってたんだよ。なんか私がさ言ってた、あ、そうこの体育の話もしたいと思ってたの。
私ってさ保育の大学行ってたからさ、体育って言ってもさ、あの子供のさ、なんかその体操とか子供の運動をやるみたいな感じだったの。だけどさ、その時は在学中は普通にさ体育って言わないといけないか、言わないといけないっていうか、まあ私はさ、その何の勉強してるって在学中は言わないって決めてたから、説明のしようがなくて、だから普通に体育って言ってたから、もうバスケとかやってると思われてて、全然やってなかったんです、バスケとかは。ピアノ弾くとこ見てみたいって持ってない、そう持ってないし、キーボードとかあるんだけど、あの全然弾けないですね。外遊びをさせるための、いやっていうか、なんかあのほらホールとかさ、あの遊戯室みたいなところで、あのできる、あの遊びながら体も動かせるみたいなのとか、あとほら運動会とかで使えるさ、あのダンスみたいなとかね、やってたりとかしてたけど、そうだからさ、そんなんだからさ、そういう勉強してますって言わないとやらないようなことばっかりだったから、在学中は言いづらくて、普通に体育体育って言ってたから、あの普通のさ、もう高校とか中学とかの体育を想像してる人がね、多分多かったのよ。もうみんな夏休みふんわりしてます。あ、ほんと？まあ大学生とかは夏休みだろうね。もうプーリン火山さん、おはようございます。クーさん、おはようございます。豊かな私。そうそう、そんな感じでしたね。新体操じゃないですね、そこまで本格的じゃないんだけど、まあでもなんていうの、あのノリ的にはそっちの方が近いかもね。体育がさ、起きれなくてさ、月曜一限体育だったんだけどさ、もうマジで起きれなくて、そう学校に校庭とか、あのね外体育はね一回もなかった。だから体育館があった、大学ね。高校の時は体育館近くになくて、わざわざあのマイクロバスみたいなのに乗っていかないといけなくて、であの毎週何曜日とかじゃないのよ、高校の時は。体育が何ヶ月かに1回しかないので、午前中やって終わり、午前中体育やっておしまいなのすごいでしょ、面白いでしょ。午前かね午後なの、どっちかなんだけど、私大体結構あれだったな、午前だったな。そうだから、その体育の日はもう午前中でみんな帰るの。まあ部活とかある人はあったかもしれないけど。ヤギヤギさん、おはようございます。そう、土佐さん、おはようございます。起きれなくてね、その月曜一限って本当に起きれなくてさ、まあ一限って言ってもさ、大学の一限なんて本当9時からとかだし、私そんな離れたところに住んでないからさ、全然あれだけど、あのまあ8時とかに起きれば全然、あのもう適当に行けば間に合うくらいだったのね。え、なんだけど起きれないのやばいよね。あ、お風呂入ってきた、朝から可愛いさ、全然まだ何も全然完成して、やっとなんかピンク色になったぐらいだから今、全然よ。カラコンカラコン言ってくれたら代わりに出た。え、もうね、ガチでお願いしたいレベルだった。もうだってさ、何回ももうあの出席で単位落としそうになった、その体育いけなさすぎて。恐るべしパワーパワー。朝起きれん、しかも行きたくないから余計起きれない。なんかさ、楽しみな予定だったら起きれるじゃん別に。だ、例えばディズニーとかさ。ヤギヤギさん、マイクありがとうございます。え、そうだからもう体も動かないし、もう頭も起きてないしみたいな感じで、あーってなりながら言ってました。ちょっとピンクになっただけで可愛いんだな全然よ、まだまだよなんかちょっと片言全然よ、まだまだよちょい片言なの気になりますけど。確かに
一元の体育とか下手すると怪我する。いや本当そうだよ。だからなんかまあその激しい運動はねしてないけどね、子供用のやつだから。これからはドア叩いて朝、ね、ちょっと怖いかな結構ちょっと怖いかもしれない。ちょっと遠慮って感じ。そうねえ、授業が夢の国だったら楽しい。本当だよ。そうもうそれでしかも一コマ空いてさ、あのあれとか一コマ空いてなんか3弦とかさ、2弦がないみたいな、3134とかさ、最悪と思って。そういう時はなんかあの学校のなんか図書館とかが入って、やっぱあのほら子供のとこだからさ図書館とかあるんだけど、図書館が入ってるなんか塔みたいなのがあって、そこの一番上の階がなんかちょっとラウンジみたいになってんので、なんかそこでこう課題やってたりとかする人もいるんだけど、全然人いないのね。食堂とか行っちゃうとさ、めっちゃわらわら人がいるからさ、あれなんだけど、私みたいな友達いない人はさちょっと結構きついんだけど、ラウンジってマジで誰もいないのね。いるけどもうなんかほんとポツポツしかいないの。そこでもうめっちゃこうやって一コマ分寝るとかやってました。しかも椅子がふかふかなの、そこ。そうめっちゃ好きだった、超入り浸ってた。課題とかもねそこでやったりとかしてた、一人で。家だとどうせだらけてやらないから、汗かくほどじゃないかもだけど、その後そのまま過ごさないといけないんだよ。あ、確かにそうだね。あの一応さ着替えてやってたのよ。まあそのままやっていく人もいるけど、あの普通にね体育できる格好で来て、あのそのまま授業行く人もいるけど、でも私はね着替えてた。そうだから、うん、着替えって言ってたかな。着替え、うん、だからやっぱ夏とかはねじんわりちょっと汗かくからね。そうそう、そうジャージに着替えてたかな。でもねジャージって言ってもあのなんかもうあのほら活動してた時のレッスン着みたいな感じでよかったのよ。そんな別指定とかなくて。そうだからみんなそんな感じだった。あのたまにさ高校の時とかのジャージとか着てる子いたけど、私はねもうほんとなんかレッスン着みたいな感じで、あのもう T シャツにあのちょっとなんかズボンみたいな、よくあるじゃん、あのアディダスとかのジャージみたいな、ああいうのとか履いてたよ。あの活動してる時にねアディダスのねジャージのセットアップをねプレゼントでいただいたことがあって、いまだに着てるそれ。もう何年着てんのって話なんだけど、でも本当にねよくて。ジャージってさ別にさそのジャージとして使わなくても部屋着になったりするじゃん。めっちゃありがたいね。ないないない、胸に高橋って大垣通知はそれは書いた。もうゼッケンみたいなのつけてさ自分で縫ってくださいとか。あ、ビブスはない、着てなかった。なんかあのなんだっけ、あの来てくださいって時はね学校から支給されてた。なんかあのチームでなんかやる時とかね、チームごとに分かれてとかの時は来てたかも。プレゼントした方喜んでも、そうそう私ねめっちゃ使い続けてますね基本的に。あのレッスンシューズとかをさいただいて、あのちょっともう本当に使いすぎてボロボロになっちゃったやつとかはもう処分したりとかしたのもあるけど、でも本当にマジで穴が開くまで履き続けてとかだったよずっと。塩じいさんおはようございます。100キラットバイクありがとうございます。そうだよ、そりゃそうですよ。みんながね時間をかけてお金をかけて選んでくれたものだから、できる限りは使い尽くしたいよね。そうそう、あの使い続けられるものはさちゃんと使うし、そうだよ服とかも未だに着てるのとかあるし。塩じいさんだるまありがとうございます。霧とかで穴開け、違う違う違うのよ、履きすぎてよ、レッスン頑張りすぎてよ、うん、頑張りすぎては草だけど全然似合ってないけどそういうの。
え、でも本当にそんな感じだった。他の人のことあんまし分からないけど、マルってめっちゃファン、どうなんだろう。てかね、ファンの人のことめっちゃ好き、私めちゃくちゃ好き。あの本当になんか昔から応援してくれてる人もいるし、今だし、まあ配信始めてから応援してくれるようになった人もいるし、なんか結構様々なんだけど、とかさ、その活動期間の後半からとか本当終盤から応援してますって人もいれば、もう超初期から知ってますっていう人もいるんだけど、ずっと好きですね、ファンの人のこと。嫌だなとか思ったこと一回もない。そう、だからそれはみんなじゃないって思う。私がどうこうじゃなくて、そうそう、みんながいい人だからっていうか、私に悪意を向けてくる人がマジでいない、私って。アリンさん、おはようございます。だから超幸せ者って感じ、私ラッキーですね。私の方が恵まれてるって感じ、むしろ。そう、断捨離とか苦手。しかもさ、そういうさ、なんか人の思いが乗ってるものってマジで捨てれなくて、なんか自分で買ったやつでなんかもういらないなとか、あ、これはもうちょっと着れないなみたいなやつでも結構すぐポイってできるんだけど、なんかその選んでくれたその時のこととかを考えて、見てないから分かんないけどさ、でもさ、自分が人にプレゼントするってなったらさ、結構悩んだりとかさ、それこそいろんなお店見たりとかする可能性も全然あるじゃん。だからもうそういうのはもう思い出として取っておくとかも全然ある。そうそう、マックスだけ踊ってとか言わなかった、大学で言わないよ。大学なんてもう私が活動してたのとか知らない人しかいなかったから。晩秋お父さん、おはようございます。照れるぜ、真に受けて。私がいい人だから、そうなのかな、全然そんなことないけど、そう、私だからね、あの周りの人に超恵まれてるタイプ、友達とかもそうだし、今仲良くしてくれてる子とかもうみんなそういう感じ、超恵まれてる、ラッキーな人生ですね、本当に。素敵な人だらけ。まあ喜んでくれるかなってあれこれ考えるのがまた、そうだから、そういう、まあプレゼントって大体そういう気持ちで選ぶじゃん。だからそれが分かってるから、なんか簡単には捨てれないし、そうだし、なるべくこう全部使いたいってなるの。そうそうそう、それはだから今も変わってないし、そう、そりゃそうだよ、本当にね。私はラッキーですね。あの時は通りも遅れないじゃ、それはあのもうあれじゃん、ルールだったじゃん、向こうの。そう、食べ物ね、ダメだったからね、食べ物とかコスメとかね、ダメだったから。まあまあ現役時代してなかったんだよな、残念。でもさ、逆にだからさ、すごいよ、その現役の時知らなくて今見てくれてるって、それはそれですごい嬉しいことなのよ。私もさ、なんかやっぱその当時のファンの人が全員残ってるかって言われたらさ、もう逆にほぼいないのね。そうだから嬉しいよ、その配信でってことだよね。ヒローンさん、こんにちは、はじめまして、おはようございます。そうそう、すごいことですよ、嬉しいよ。だからあのマジで歴とか全然関係ないって思ってる、私は。だってさ、ここのルームの人はそういうこと言う人いなくない？全然わかんない、他がわかんないけど、なんか歴がどうだからとかさ、その応援歴がどうだからとか、なんかね、昔から知ってるからどうとかさっていう人マジでいないじゃん。質がいいと思う、私のルームって。なんかよく聞くトラブルとかさ、起きたことないじゃん、このさ
私4年くらいか、もうちょっとで丸4年くらいなんだけど、配信を始めてね。毎日配信はさ、ほんと最近やり始めたくらいだから全然あれだけど、そう、アランのとこでもそうだけど、フォーティット時代を知らずに気に入ってくれる人って見る目ある。だからすごいよねってマジで思う。逆にすごって思っちゃう。嬉しいですよ。めちゃキラキラめちゃキラキラやで。今日はギラつかせていくわまあまあのこと昔から知ってるか分かるんだぜ。何薄っ、内容薄っ。なんかもうちょっとなんかないの昔から知ってるからどうとかないんだ。ファン歴を言う意味ない。そう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 、そう。でもほらちょっと気にする人もさ、たまにいたりとかするじゃん。そう、まあのルールいる。そう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 、もう全然いいです。私はもう私に関わってくれる人みんなみんなウェルカムって感じだから、そういいんです。そうで、新しい人をさ取り入れないとさ、やっぱりね、あのずっといてくれる人もさ負担になるしさ、負担になっていっちゃうしね。どうしてもそんなことないよって言ってくれるけどさ、でも実際は結構そうじゃん。しかもこういうなんかランキングをさ、争わないといけない時とかってさ、大体そんな感じじゃん。だからすごいそのなんか自分は新参者だからとか全然思わなくて大丈夫って感じ。ありがとうございますって感じですここだけ紫外線いけるかな、こうピッピって反射みたいな。理科でやったわ、めっちゃ苦手でさ、もう訳が分からんのよ。屈折とか知ってるアピールする人ほど全然違う。え、分かる、違いますって思うそれだけでめっちゃ分かるその気持ち。しのりんさんおはようございます。え、マジでそうかも、全然違いますけどってなっちゃう。子さんの人もたまにさりげなく昔のエピソードを出す絶妙さとか違いすぎ。え、それな、本当になんかマジで私もそうだし、見てる人もなんか多分その不快になることってあんまりないと思うんだよね。私は全くないし、そう、見てる人は分かんない、ちょっと私の発言でちょっとたまに不快になってる人もいるかもしれないけどそう、でも基本そういうのないからさ、めっちゃいいルームですよね本当に。そうか、私これめっちゃ言うけど、あの私って全然さ自分に自慢できるところってマジでないのね。なんか人よりさこう秀でてるところって全然ないし、なんかこれがめっちゃ得意ですとか、これがすごくこうなんていうの、なんだろう、才能ありますとかないからさ、なんかあんまりその自分のアピールポイントってないんだけど、あのファンの人の人柄の良さとかそういう質の良さみたいなのが私は一番自慢なの、昔からずっとそう。そうだからさ、活動してた時もさ別にダンスがさ特別上手かったわけでもないし、歌が特別上手いとかってわけでもないんだけどそうってわけでもなかったけど、そのファンの人の温かさみたいなのはマジで自慢だったかな昔から。いいでしょうって思ってた。だから私のファンの人大好きですはリップサービスでも何でもなくてって感じ。私ほらもうあの嫌いな人のこと好きって言えないからマジでそうそう、だからあの無理なんですよそういうの。嫌いな人はマジで嫌いだから。そうだけどめちゃくちゃ好きですねファンの人。誰がとかじゃないの、私に関わってくれる全ての人がそうってこと。
駆動 FX さん、おはようございます。初見さん、ありがとうございます。まあまあの握手会で言われたエピソード言っていいな、たくさん。あー、それ嬉しいね、覚えててくれるの。としのりさん、流れ星ありがとうございます。まず美貌だろファッションセンスあるじゃん、自慢的そんなそんな、だってさ、私よりさ可愛い子なんてもう5万といるし。そうだよ、まあファッションセンスは服が好きっていう意味ではそうかもしれないけど、でも別にさ、なんかそれもさ、なんていうの、別になんか特別なんかってわけじゃないしさ。マミュさん、おはようございます。新規がとか在宅はとかいろいろ言う人いるみたいだけど、推しだけ見てたらって思う。え、ほんとそう、え、マジでそうだよ。そんなことしてる間にも推しは喋ってますよって思っちゃう。そんな人のことなんてどうでもいいじゃんね。私さ、自分自身がさ、人のこととか全く気にならない人だから、でもさ、どうでもいいとか思っちゃうの、めんどくせえって思っちゃうんだよね。そうだから、私のルームはそういうこと言う人いないですからね。まあそれもね、様々なのかもしれないけどね。そう、ちょっと嫌ですよね。自分のコーデは組めても人のコーデも組めるのすごいね。え、そうかな、嬉しい。なんかそれ初めて言われた。和弘さん、ニックネームさん、おはようございます。昔まあまあの握手会でもっと SNS 更新しろよって言ったら態度悪かったから行くのやめたんだねえねえねえ、来てたし、来てたし、そんなこと言ったことないでしょ番所さん、おはようございますそんなん言われた記憶ないぞ、やけるさんに。めっちゃ来てたしね、なんならまだ来てるしね全然、うん、私あのほらもうしつこいからさ、そう、私ほらね、言われた嫌なこととかめっちゃ覚えてるから、言われたら絶対覚えてるから一回も言われたことない、そんなこと。ゲンさん、おはようございます。番所さん、おはようございますそう、なんならあれだから、あの、なんならさ、あの、甘やかしてくれてるタイプでしょ、やけるさんって。知ってるんだから。カタフレ以前は NGT は特に興味なかったけど、まあまあと太郎知ってよかった。嬉しい。カズチンさん、おはようございます。なんで来たのってあれでしょ、なんで来てくれたのって意味だと思うよ。そんな嫌な感じじゃなかったでしょ。そんなファンの人に悪態ついたことはないよ、私。多分なんで私のところに来てくれたのっていう意味だと思うけどね。交通機関、あ、何で、あ、違う、なんでだもんね。あー、だからそう、交通、え、どうだろうね、何で来たのだったらね、な、あの、電車かとかだと思うけど、なんでだったら、そう、なんで自分のところに来てくれたんだろうなっていう、普通に疑問だと思う。多分それはね、自分に自信がない時期ですね。もう本当になんで自分のところなんかに来てくれてるんだろうっていう、本当純粋な疑問ですね、それは。まつげめちゃめちゃ上げて、これってさ、電池って、お、でかい電池でしたね、意外と。ちょっとまつげ上げようか。これさ、もう電池なくなっちゃってさ、なんかあのつかないんですよね。ちょっと変えますわ、電池変えよう。確かあった気がで、着替えて髪の毛やろう。電池の替えが、どこだった
ありました。ちょっと変えてつくんじゃないですか。そしたらどっちがどっち、あ、こうか、よし、完璧だ、パチ、温まるまで待ちます。初見握手でマウマウのことをしてるよって言ったのに本当ですか本当ですかって剥がされたってどういうこと、剥がしが本当ですかって聞いたってことどういうこと本当ですかのタイミングで剥がされたってこと。別のメンバーをしてんのバレてる場合に、なんで来てくれたのって言われたことある。あー、なるほどね。私全然そういうの気にならないからな。リガちゃんに言われた時と同じ気持ちになったから。どういうことどういうこと、ちょっと着替えますね。今日曇り、なんか夜なんかちょっと雨っぽくなるみたいな聞いたんだけど、マギーちょっと嫌すぎるまあとりあえずね、明るい時に可愛くいられたらまあいいかみたいなスタンスなんですけど、私割と。なんか汚れてる、なんでここが汚れてるっていうところが汚れてるんだけど、どうしたんでしょうか。こうですかね、こうですかね、よいしょ、よっ、めっちゃ久しぶりに着る。これ全然着てない、せっかく可愛いのに。もっと着よう。なんかさ、高い服ってさいいけどさ、なんか着るタイミングめっちゃ迷わんちょっといい服とかってさ、なんか着たいけど着るタイミングめっちゃ迷うんだよね。なんかどこで着ようみたいになる。私だけ？なんかさ、着たいけどなんかここぞって時がいいしみたいな、汚したくないしとか思っちゃってさ、全然着れないんだけど。でもさ、さすがにさ、なんかせっかく買ったのにさ、もったいないなと思って今日着てみようと思ったんだけど、去年ぶりかも、1年ぶりくらい、約やばいよね、もうそれ買った意味ないやんっていう、普通に。でもこれめっちゃ可愛いの、ちょっと待ってね、通らない、ちょっと何これ、あ、そう、はい、じゃじゃーん、これマジ可愛い、ハーリップトゥー、マジで私が持ってるワンピースの中で一番高いけど、これそう、でもね、可愛いよね。ちなみになんで来たのに対しての俺の返事は、興味があるからって言ってた。へえ、嬉しい、それ嬉しいですよ。けんせいまきしさん、おはようございます。そこそこいい服はデート用にも、あ、確かにね、あ、そういうこと、やだ相手いないけどみたいな。ええ、なんでだと思うんだけどレイホーちゃま、こんにちは、おはようございますちょっと危ない、間違えそうな、ちょっとさまよい人さん、おはようございます。レインボースター、ありがとうございます。よっちんさん、おはようございます。夜雨降るらしいから傘持ってきた。うん、賢明な判断だと思う。なんで来てくれたのって言われた時はな、どう返すのが正解。
気になったからとかでいいんじゃない、普通に その本当の理由言っても平気だと思うけど。錦鯉の高橋が元気か、多分生きてると思うんですけどね、私もちょっと確認してないから分かんないけど、あ、ほんマーマーが本当ですかって言ったらお時間ですって剥がされたからできんだと思ってめげずに来すぎやろ、だとしたらリナッチさんおはようございます。お刺身さん似合う、ありがとう。これめっちゃ清楚だよね、清楚風だよね、かわいい。胸元開いてるのにエロく見えないのってマーが気にしてる骨格がむしろ好影響なのかと。あ、でもそれもあるかも。だしなんか私も開きすぎてるやつはあんまり買わないようにしてる。そう、あのほらまあね、残念ながら豊満な感じではないので私は豊満な人が来たらちょっとこことかねちょっと ってなるかもしれないけど、私はそういうタイプではないので残念ながらはい、そう、なんかなんていうのかな、あんまりこうほら品がなく見えるのもちょっと嫌じゃんか。そうだからそういうのを選んでわざと買ってますね。シジマールさんかな、おはよう、似合ってる爽やか、ありがとう。トマオさんおはようございます。宇宙の星屑さんおはようございます。可愛いお洋服も可愛い、ありがとうございます、嬉しい。ホットビューラー温まったんでちょっとまつげを上げていきます。さすがやっぱね電池変えたばっかりだからね、熱々に仕上がってますね。まつげ上がれー、上がってるんだけどね、ビューラーでね、さらにちょっと上げていく。すごくセミが鳴いてます外はてっててさんおはようございます。高井さんの場合はなんで来たのの前どの面下げてでも枕言葉がノーリーチラつく偏見リカちゃんもめちゃくちゃファン思いだからね。でもほらリカちゃんとかはさ人気がすごいからさ、やっぱり嫌な意見も耳に入りやすいよね。うん、それをさ仕方ないとしてしまうのってちょっとどうかなと思うけど、まあでもやっぱりねそういう割合が多くなってしまうよね、どうしても知名度があったりとか人気があったりとかするとやっぱりねどうしてもそういうことも出てきてしまうよね、良くないけど。そうそう、そこもセンスだよね本当。そうなんか、まあ、自分がさ似合う服の形とか自分が似合う服を理解しておくっていうのはまあ大事だよね。ちょっとなんか上がったんか上がってないか分かりませんけど、まあ、一応気休めにホットビューラーもしてみましたみたいな感じで、お顔はできたかな、いい？セミちょっとちっちゃいかな、ここに入るには。ここから髪をやっていきます。ちょっとその前に一旦片付けて、大丈夫かな、可愛いかな、そこが一番心配なんですけども本当に。よいしょ、これウエストがさ結構上で絞られてるからなんか足長効果とかもあるし結構キュッと見えていい、シルエットも結構かわいい。
これちなみにね2万6000円とかしました。もうねマジ泣きながら買ったえガチで高えと思いながら買ったけどそうでもこれ買ってよかった。なんか他にさあんまないデザインでなんか似たようなのってさあんまりなくて、なんかここオフショルじゃないんだけどねちょっとこうなんていうのこうなんか二重になってるのがねすごい可愛いんだよね。肩紐のところがここいいよね、可愛いよね。ちょっとこうチラ見えする感じ、あ可愛い。あ会社着いたか、また出てありがとう、いってらっしゃい。ね細かいドットも可愛いよね、上品。理解し尽くしてると言っていい、マジ素敵、嬉しい、めっちゃ褒めてくれる。ウエストがね入るかどうか、私はねお尻が入るかどうかだよズボンとかカピオリさん、シエタ26人目、ありがとうございます。そうお尻でかいから私。なんてブランドですか、あのハーリップトゥーってあのコジハルさんがあのプロデュースされてるブランドかな。そうそうそう、普段カジュアルな感じの子が二人きりの時にこれ着て出てきたら落ちるし、あーそれはやばいね、それ女の私でもドキドキする結構。髪の毛を巻き巻きしていきますね。15分くらいに終われたらいいなという気持ちですね、準備をね。カラスがカッカカッカ鳴いてます。今つけてるカラコンがさチューズミーっていうカラコンなんだけどさ、私コンサートでチューズミーっていう曲やったことがあってさ、今それが頭からすごい離れないの。たけしさん、初見さん、おはようございます。静岡県在住ですって、へえ。静岡ね、いいですよね、爽やかだじゃんってめっちゃ言われるでしょ静岡の人って新潟県民がお米って言われるのと同じくらい、多分静岡だったらじゃあ爽やかだねって言われるんじゃないかなって。あとお茶とかかな。そうりえちゃんのね選択曲だから、あのりえちゃんの卒コンかなやったの。そうりえちゃんが選んでくださって、そう愛を選んでくださいってやつ、クラスメイトのその中からだけ、そうあなたの恋人みたいなやつ。うん、静岡と言ったらお茶、私お茶めちゃくちゃ好きで、そう緑茶がめっちゃ好きなのね、あの本当に急須で入れたみたいなお茶がすごく好きなんだけど、ジュースよりお茶派って感じなんですけど、やっぱ静岡とかのやつはね美味しいですよね。香りがさいいじゃん、私ほら匂いで情報を得てる人だから、お茶の香りとかすごく好きなんだけど、やっぱねお茶のそういう産地のところのやつはね美味しいのが多い。薪はねまあだから日によるよね、全然夜まで持つ時もあるし、なんか最近はさ普通に夜まで持ってるのに帰り道で汗かいて、あの家の直前で全部取れてるとかあるんだけど、そうあの基本的にはね日中雨とか降らなければ日中は全然持つかな普通に。ソーリーさんおはようございます。爽やか行きたいよね、わかる、一回食べたことあるけどマジで美味しい、革命だったマジで。行きたいのに行けてないんで、混んでるしねめちゃくちゃね。昨日雨に合わなかった、こっち結構、あ本当？え何時くらい？全然降ってなかったし、降った感じもなかったよ。なんかやだな、ちょっとどうしたらいい？見えなかった。ちょっと押しとこうか。
あ、そうだ、ちょっとここにいる人にさちょっと言っとこうかなと思うんだけどさ、この前の配信でね、私あの一日店長のイベントに出ますって言ったの、今月。え、なんだけどちょっと状況が変わりまして、りっくんおはようございます。7時から8時くらいゲリラ、あ、そうなんだ。でもちょうど室内にいたかも、そのくらいの時間。そう、ちょっとあの変更がありまして、私あのそれよりも前に話してたキャンキャンイベがもうちょっとなの。なんか期間かぶってはないかもしれないんだけど、なんかもう次の週とかだったのね多分。でちょっとあの一日店長もやりたいんだけど、あのキャンキャンの方をねリベンジするって言ってたので、そう自由が丘、そうだからちょっとあの同じ店舗でリベンジっていうのがちょっと難しくなるかもしれないんだけど、一日店長はちょっとまたあの後日というか、あのまた別の機会にちょっと挑戦しようかなと思ってて、そのキャンキャンの方に出たいんですよね。そう、去年すっごく悔しい思いをして、もうすごいねポイント数だったんだけど、私がね今まで参加したイベントの中で一番ポイント数高かったんだけど、でもやっぱりね強い方もその分多くて、すごく悔しい思いをしたからちょっとリベンジしたくて、そうあの今年も会ったら出ますっていう話をした矢先のことだったから、もうちょっとね後だと思ってたの私。そうなんだけど、その19日から25日だったっけな、 25?19,20,21,22,23,24,25 合ってるね、25日まで。そうだからちょっとそっちを先にやろうかなと思ってます。一日店長もねまた違う機会、もうちょっと後とかにやれたらいいなと思うんだけど、そういういいタイミングでねあのイベントがあればいいんだけど、ちょっとあのなんかあれで申し訳ないですけど、 あっちこっち行って、そう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 、申し訳ないなと思いつつ、でもちょっとね頑張りたいと思ってます。19巻の吉田彩さんのガチブとかありがとう。そうキャンキャンね本当にやりたかったんだけど、そうちょっとあれだった。まあまたあのみんながいる時間帯にまたちゃんとお話しすると思うので、ちょっとあのそういうね、そあの今聞いた人はちょっとまた2回目とかになっちゃうかもしれないんだけど、ちょっと把握のほどよろしくお願いいたします。どっちにしても頑張って、ありがとう。みどみさんおはようございます。タコ坊主さんハートありがとうございます。おはよう。そうみんなすごく寛容でありがたい、なんか一回やるって言ったじゃんってさ言われるかなって思ってたんだけど、そうみんな分かったよって言ってくれてありがたいです。ありがとう、本当に助けられてる。みんなのその懐の広さに何度助けられてることかって感じ。もう私みたいなのはさ多分嫌な人は嫌だからさ、このなんか自由な感じっていうか自由すぎるところとかさ、マイペースだし。そうその割にさ口悪いしさみたいななんかマイペースだけどおっとりしてるかって言われたら別にそうでもないしさみたいな、一番嫌なタイプだよね、サバサバのマイペースっていうねサバサバってかなんかね、やだよね、わかるめっちゃわかる、やだ。コテの温度はね今160度にしてる。なんか夏とかは結構私取れちゃうからすぐ結構ぐるぐるに巻きたくて160にしてるけど、あの夏以外とかはね140とかで巻くようにしてる。てかブリーチしてからね140とかに落とした。完全に何もブリーチとかしてなかった時はね180とかで巻いてたから。そうだけどブリーチしてさすがにちょっとビビって140まで下げて、でちょっとしっかり巻きたいなって時は160にしてるかな。中間だって親衛隊用忠誠こそ我が名誉だよ。そんなこと思わず、いや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 、やっぱりねそうは言っても応援していただく立場なのでね、そういうところもスパイス的に聞いて、本当本当になくてもいいけど
まああった方がちょっと味があるみたいな、ちょっとそれは都合よ、良すぎありがたいですね、そんな風に言ってもらって。あーそこだけじゃないことも知ってるから、嬉しい。もうさ、なんか本当にみんなってさって感じ。なんかマジさ、もったいないって思っちゃうの。私なんかにこんな素敵な人たちが周りにいっぱいいてくれるの、自分にはもったいないとか思うんだけど、でもそれが本当に自慢なの。そう、やりたいようにやってもらってそこについていくのが親衛隊さすが隊長もう本当にすごいじゃんね。え、違う人の名前背負って一人目何のネタそれどういうネタ。おもろ。二度目さん、ハイビスカスありがとうございます。天ぷら揚げられる温度に耐える髪、確かにね、確かに揚げ物できちゃう。本当にね、優しいんですよ。だからなんかあのあれだよね、その応援してくれるみんなが応援してて恥ずかしくないような人になりたいとは思ってるよ日々。そう、そういう意識はね持ってるけど、みんなの自慢の推しに慣れてるかしらという感じですね。わあ、あ、あやややや、なんだこれあららららら、どういうことになってんのかな、なんか変なところに髪の毛が。まあいいか。私は全然癒し系でもなんでもないし、可愛げもないしそう、力加減とかマジゴリラだし、ちょっとあのなんかね、ひ弱な感じとかちょっとないんですけどはい、申し訳ないですがそう、女の子らしさとか全然ないですけど、でもそれでもいいよって言ってくれるみんながいるからありがたいですよね、本当に。ラブラブ。朝からめっちゃみんなへの愛を語ってる今日は。素晴らしい、いい配信だ、いい朝だ。それでもじゃなくてそれがいいんでは、あ、逆にってこと逆に出かけるだね。そうだよ、天使さんおはよう。そうだよ、今日も暑そうです。なんか曇ってるって聞いてたけど、一応なんか日差しがって感じっぽい。あ、あやつき超大本命さんこんにちは。あやつきさんのファンの方かな、こんにちは。ハートありがとうございます。その説はお世話になりましたX にオタの心得ボットみたいのあって、そこに推しの誇りであるオタであるべしとあって、なるほど、すごいね、もうなってるよ、うん、達成じゃん、達成達成。そう、それこそね、あの歴とか、あのイベントの時になんか使ってる額が違うとか、あのそりゃさ、めちゃくちゃね、あのこうなんて、まあね、あのなんていうの、まあ正直言うとさ、まあお金が絡んでくることじゃん、そういうイベントのさやつって。だし、まあそういうのがないと
私もさ結局ね集められるポイントが限られてるじゃん、その普通にさあのミッションとかだけだとね。そうだからそういうのすごくありがたいけど、でもさなんかその課金してないからダメとかじゃないじゃん別に。そうだからそういうのとかもう全く気にしないでほしいんだよね。なんかそのなんて言うんだろう、イベなのに課金してないからファンじゃないとかそういうことじゃないのよ。そうだからなんかそういうところとかもさたまに気にしてる人とかいるけど全然気にしないでほしいし、そうなんかそういう私が頑張りたいですって言ってる時にこうそばにいてくれる、そのルームに来てくれるっていうことがもう嬉しいから、そうなんかそこはマジで気にしないでほしいなって思うね。貢献ランキング100位以内に入れるようにえ、大体いるよ、大体いるよいてくれてるよ。チャーリーさんおはようございます。そうよ、そうそうそういいんですよ。そうだからあとは私があの普通にその見てくれる人を増やしてあの一人一人の負担を減らしていくっていうのはそれはマオの仕事だから、そうだから全然なんかみんなもね生活があるし、そうそうなんかその課金してないからダメとかそういうのはマジでないから、そう楽しく見るっていうのがあくまでやっぱりこういう配信だと思うから、そう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 、その楽しめる範囲でうん応援してくれたら私は嬉しいかなって思う。っていうかね、だってもともとはさ、まあ言ってしまえばさ別に他人なわけじゃん私って。そうだけどその他人のさ私のためにさ時間を使ってさお金を使ってくれるっていう人もさいるわけだからさ、そんなありがたいことってないよねって。私がやりたいですって勝手にやりたいですって言ってるだけのことをにそうやって協力してもらってるっていうだけでもそんなに幸せでありがたいことってないなって思う。どうも毎度貢献ランキング32 狙ってないのにねその順位なんだよね、うん、あ天使さんちょっと待てよ、今ねちょっとこれだけやらして、よいしょ、天使さん親衛隊27人目ありがとうございます。まだあるし浮世離れしてない常識人だからこそ応援したいって気持ちがいるじゃん。あなるほどね、私そうそう全然なんかあのお嬢様とかじゃないのでそうそうなんかねあのだから金銭感覚とか割と結構あのなんていうのかなあの一般的かなと思うんですけど、てかなんなら多分ちょっとケチな部類だしまう。ママがやりたいことやってるところを見てみたいな。そうだからさそれが本当にさすごいというか嬉しいなって思うの。それをねこっちが当たり前だと思ったらいけないんだよね。そうみみさんバラありがとうございます。そうやっぱりいつ何時もその応援していただいてるっていう気持ちを持って生きてる。かずみーたんさんおはようございます。天使さんバラ違った、音符ありがとうございます違うの読んでったやばすぎや、15分だしもう15分過ぎてるしあーやだやだ、よいしょ、あとちょっと顔周りだけ巻こうかな、よいしょ。今日はね朝ごはんまで食べれたのでねちょっとハッピーですわ、ハッピーハッピーです、ハッピーハッピーハッピーでもちょっと古い TikTok、ハッピー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 、よいしょ、よいしょよいしょ、これまだつくかな、充電しとけばよかったな、ちょっと今からでもしとくか一瞬ね、よいしょよいしょ。猫ミーム最近見かけ、えねだよね、もう TikTok とか、まあ、SNS ってさもうさすぐ流行りが変わってなんだかわからないよって感じ、本当に
何がなんだかって感じですけど。明太チャリさんおはようございます。あ、体調ね大丈夫。ちょっとなんか匂いもするようになってね。ありがとう、大丈夫だよ。天使さんグッド、ありがとう。グッドゲーム、ありがとう。言われなかったら分かんなかった。グッドグッドだと思ってた。なわけあるかいって言ってね。なんだそれって感じだけど、よかったです、ありがとう。あにゃ、ちょっとなんか変ですわ。あ、これか。ちょっとなんか変ですわ。焦ってくれ、もっと変だということに対して。 K さんおはようございます。猫ミーム、トゥン、トゥルルトゥルルトゥルルダンベビトゥントゥル。もうやだ、なに？はーんとかやつもあるよね。ねえ、朝から準備しながら猫ミームやってる人やばい。しかもちょっと古い。マノユさんおはようございます。ちょっと古いです、もうすでに。あんだけ流行ってたのにね。え、だってさ、まだゴールデンウィークとかなんて全然流行ってたよ。ゴールデンウィークとか4月とか、まだ3ヶ月くらいしか経ってないのにさ、もう流行り終わり、早すぎだろう。見てくれよ。エドワード菊池さんおはようございます。本当に SNS 系の流行りってマジで一瞬でさ移り変わってしまうから、流行りに乗るのが大変。朝から陽気いいか。そう、あのエブリで陽気でやらせてもらってますので、ママのノリが昔から変わんないよ。人って変わらないから簡単には。はい、できた。え、漏れてね。ちょ、自分で言っちゃう。イエーイ。では夜もできたらやります。昨日ごめんなさい、あのちょっとできなくて。めっちゃ可愛い、ありがとう。3ヶ月で古の思い出に変わるとか、初老の思いがついてる。初老とか言わないでよ。で、ね、本当だよね。でもさ、私も全然ついていけないもん。綺麗なお姉さん黙ってればね。イエーイ。これがどこまで持つか分かりませんが、はい、行ってきたいと思います。鈴木一郎さんおはよう。ちょっと終わっちゃうんだけど。またお会いしましょう。みんなも良い一日をお過ごしください。暑いのでね、水分塩分しっかりとって、辛い時は休みましょう。あの休憩ねしましょうね。ということで頑張ります。頑張りますってか、湿気に負けないように祈っといてください。じゃあまたね、ありがとう。天使さんだるま、ありがとう。朝からこちらこそありがとう。またねー。